ボールを倒し全米ベスト8へ。ボールが素晴らしいプレイしても、それをちょっとだけ上回るしなぁ。悲劇のヒロイン強いなぁ。シナー型がすごい。準々でシナメドベか、準決勝でもおかしくないのに。カラスもいないし、準々勝った方が決勝まで行きそうだ。準々決勝でシナー対メドベって、このスカスカドローで優勝候補同士で潰し合うのか。それに関してはメドが第5シードなのと、コンキツアータイトルなしのおっさんを第2シードにする他の選手が悪い。シナーカズベかメドベが優勝してくれれば何でもいいよ。他のベスト8のメンツだとさすがにシャバいわ。次の対メドベ戦はシナーが 3-1 で勝つと予想しとく。てか、結局薬はやってたのかな。薬物騒動を感じさせないプレイ。ドーピングショット炸裂。薬言うてるやつさすがに同じ話すぎ。このスカスカドロー、なんとかしろよ。まあ、でも、おととしの全米よりは全然マシだな。あの時はもう最後の方は、カラスの優勝、及び、その後の活躍を祈るしかないような状況だった。本当にその通りになってくれて、助かったわ。危うく世界王者ルード、カッコタイトル250のみが生まれるところだったからな。